2012FIFAU-20 女子ワールドカップは2012年8月19日から9月8日にかけて日本で開催された第6回目の FIFAU-20 女子ワールドカップである。アメリカ合衆国が優勝したほか、準優勝したドイツのジェニファー・マロジャンが最優秀選手賞を北朝鮮の金オン・ハナが得点王をそれぞれ受賞した。 2010年3月、FIFA は開催地をウズベキスタンに決定した。しかし、その後の視察で設備等が国際基準に満たさないと判断されたため、2011年12月、日本で行われた FIFA フフ理事会において、日本で開催する案が出された。2012年2月8日に日本の文部科学省が、 開催承認を発表し、日本での開催が正式に決定した。2012年3月の FIFA フフ理事会で、以下の5会場を会場として使用することが決定した。当初計画されていた福島県 A アズマ、陸上競技場は、回収費用の面から、日本サッカー協会が FIFA フフへの提案を取り下げたほか、日本サッカー協会の案において、新潟市陸上競技場が、 候補に入っていたものの利用されないこととなった。本大会抽選は2012年6月4日に行われ、ドロワに、乃木坂46、ワホ誉れらが出席した。また乃木坂46は公式テーマソング、人はなぜ走るのかを歌っている。開催日時はすべて現地時間による。グループ A ニュージーランド V スイス日本。 V メキシコメキシコ V スイス日本 V ニュージーランドメキシコの V ニュージーランドスイス V 日本グループ B ブラジル V イタリアナイジェリア V 韓国ブラジル V ナイジェリアイタリア V 韓国イタリア V ナイジェリア韓国 V ブラジルグループ C 北朝鮮 V ノルウェーアルゼンチン V カナダ北朝鮮 V アルゼンチンノルウェー V カナダノルウェー V アルゼンチンカナダ V 北朝鮮グループ D ガーナ V アメリカ 合衆国ドイツ V 中国ガーナ V ドイツアメリカ合衆国 V 中国アメリカ合衆国 V ドイツ中国 V ガーナ90分で決着しない場合は30分の延長戦を行いなお決着しない場合は PK 戦を行うただし3位決定戦に限り90分で決着しない場合は延長戦を行わずに PK 戦を行う開催日時はべて現地時間による 準々決勝ナイジェリア V メキシコ日本 V 韓国、ドイツ V ノルウェー北朝鮮 V アメリカ合衆国、準決勝ナイジェリア V アメリカ合衆国日本、V ドイツサミ決定戦、ナイジェリア V 日本決勝アメリカ合衆国 V ドイツ以下の賞が、選手個人及びチームに授与された。開催国日本においては、独占放映権を持つフジテレビが、CS 局のフジテレビツー ネクストにて全試合を放送したほか、日本代表の試合は、地上波局でも放送された。グループリーグの数試合は、スカパーの総合バラエティーチャンネル、スカパー HD でも放送された。ドイツにおいては、BS および CS 局のユーロスポーツが29試合を放送し、アメリカ合衆国では ESPN が、 カレッジスポーツ専門チャンネルエスプヌを中心に12試合以上を放送すると事前発表した。ありがとうございます。